それでは兄弟について、長岡で、自然言語処理研究室の勝田が発表します。まずイントロはじめに、この論文はテキストの平易化をの、その実際にいろいろレキシカルシンプリフィケーションについてなんですけど、それがその手法っていうのが実際に英語学習者に対してどれぐらい、そのニーズに応えたようなモデルとなっているのかといったようなことを、調査するという論文です。で、テキストの平易化は、実際に NLP のタスクとか言語学習者への試案ができるということで、期待されていて、今回はそれに関しての調査を行ったという論文になります。で、平易化のタスク、これが一応シンプリフィケーション、レキシカルシンプリフィケーションの、大まかな流れという形になるんですけど、最初に複雑な文章というものを入力して、そこからまず何が複雑な難しい単語っていうものが何かを検出すると。で、そこから候補を生成して、選んでどれが一番優しいかっていうのを、ランク付けして、書き換えるというような手法が、一般的な流れです。で、今回この論文でその調査をするというのが、まず、何が難しい単語であるかというのを調査して、そこから、どういうものを選択するのがいいのかと、一番平易な単語というのが何かというのの3つについて調査しています。で、まず最初に、難しい単語を検出するというタスクなんですけど、この CWI、コンプレックスワードインディアイデンティフィケーションのタスクにおいて、先行研究としては平易化すべきでない単語を識別して、初めに識別するのが、精度に大きく影響するみたいなのもあって、これについての調査を、そもそも言語学習者以外の人がどういう単語を難しく感じるのかっていうのを、調査すると。で、調査する過程でデータセットも構築したいという目的です。で、実際にその使うデータなんですけど、下の3つのコーパスから長さで、フィルターをかけて9200文を抽出しています。全部言ってしまえば、シンプルウィキペディアから取ってるんですけど、そこでも確実にその一つの単語を平易化しているだけ、コーパスをだけで、一つの単語だけを平易化している文章だけを集めたコーパスと、平易化された単語が一つしかないやつを集めたものと、ただのシンプルウィキペディアの3つから文章を抽出しています。そして、アノテーションする人なんですけど、これが、いろんな国の人の大学生や、その大学の教員から、400人を、募って、ボランティアを募って、今回はそれ評価をして、アノテーションしてもらっていると。で、その人の一応母国語と、年齢、教育レベル、英語能力レベルというのを、こういう基準で一応情報としてもらって、それについての分布なども調べています。で、下の方分が実際にそのタスクにおいて、このタスク、こういうふうに選んでくださいっていうように、実際にこの、説明文、そのタスクの説明文が実際のこの下の英語になります。で、そのデータなんですけど、9200分のうちの200分っていうのは、アノテーター間の位置を取るために20人がアノテーションをしていて、9000分はもう1人が、つまり、アノテーションが1つずつしかない。で、200分に対してはアノテーションが20通りあるという感じのデータを作っています。で、全部で、158,624の注釈が、で、合計で6388の語が、難しい単語として、アノテーションされました。で、それぞれ、ちょっと見づらいですけど、さっきの言語、英語能力レベルや、学校年齢などで分布を取ったのや、それぞれで、難しい単語、A2 が
英語能力で A2 の人がまあやっぱり一番多く難しい単語を取っていて、まあ、その能力が向上する、英語能力が高い人ほどまあ難しく単語っていうのをまあ数が少なくなっていくっていうようなまあ分布が取れたり、まあ、年齢でも40と30の間ぐらいでその40以上の人と30以下の人で、まあ、それぞれ、まあ難しい単語っていう数が、確率的にも優位な差が出てくるというような感じの結果が得られています。で、そこから一つの難しい単語が含まれる割合っていうのをまあ調べていて、まあ、CW のとさっきのコーパスのうちの2つが、まあ、難しい単語というのが含まれていた文章のデータセットっていうのが、まあ、約半分ぐらいはその実際に学習者が難しいというふうに判断した単語が含まれていると。で、シンプルウィキペディアではまあ3割ぐらいのデータセットしかその難しいと指摘した単語が含まれていないということで、まあまあ、論文では直接これを使うんではなく、まあ、改善する必要は、まあ、シングルイングリッシュフィケディアをシンプリフィケーションのタスクとして用いるのはちょっと改善が必要かなというふうに言っています。で、難しい単語の特徴として、まあ、今回その論文で書いてあった定義をそのまま引用したんですけど、モルフォロジカルとセマンティック・レキシカルっていうので、それぞれまあ先行研究として使っているモデルを今回はその、まあ難しい単語を検出するモデルを今回その実際に人がアノテーションしたデータとの比較してまあ相関を取ったりして今回評価を行っています。で、その結果がこれで、まあ、今回コンプレックスの単語っていうのをまあアノテーションしてもらったんですけど、まあ、それがその、その選考で言われているその難しい単語の定義とどれだけ、まあそしてそれに対してのデータセットでシンプルに書き換わった単語とのその差を確率的に優位かどうかを判断しています。で、上の N っていうのがそのアノテーションをした人がその単語に対して一人でもいると、N1 っていうのはアノテーションで一つでも難しいというふうにアノテーションされた単語に対して、で N5 っていうのはアノテーションで少なくともその単語を5人以上の人が難しいと言ったっていうふうな感じで、まあ、識別を取ってフィルターをしています。で、今回のこのデータで論文で述べられている考察としては、まず、まあ、単語の難しさっていうのは単語の長さでは特にその難しいというようなそのデータは得られなかったと。で、そのセマンティックや、まあ、多義性や、まあ、その同意語がどれだけあるかっていうような数においてはコンプレックスのその1ではそんなに差はなかった、まあ、一応優位な差はあるんですけど、まあ、なんか人が増え、まあ、その多くの人が難しいというふうに捉える単語においてはそのほとんどが多義性がなかったり、まあ、固有な表現のになるというような傾向があったというふうに述べています。で、まあ、もう一つこれに関連する内容として、下がその言語モデルを用いて0.00って書いてあるのがそのもう右も左もそのウィンド幅を表していて、まあ、0っていうとつまりもうその右も左からも一切考慮してないので、その単語の単純な頻度を、まあ、言語モデルとして使っていて、一番下のはその右と左隣の1文字ずつをその言語モデルの確率として考慮して計算しているもので、でその言語モデルっていうのもその多義性やそのというような意味を考慮したデータとの相関は高かったというふうな感じでに述べています。とあと、まあ、やっぱり単純にその単語だけを見るよりもその前後を見た方が、まあ、その差は大きいということで、まあ、文脈 も考慮した方がいいんじゃないかというふうな感じに考察しています。
で、その200分で一応それぞれの人にアノテーションしてもらった結果の1を計算すると 0.616 と、まあ、その先行研究を今回載せてないんですけど、まあ、それが大体 0.3 とか4ということだったので、それに対してかなり、まあ、一度は高い、まあ、データを取るが取れたという。で、あとレベルごとにやっていくと、英語能力が一番その一度としては低くて、やっぱ母国語っていうのがその難しい単語の、まあ、関係性としては一番高い結果というふうになっています。で、次にサブスティテューションのセレクションなんですけど、まあ、この、まあ、文脈を考慮したその文法や意味を保持した、まあ、置換方法というのを、まあ、選択するタスクなんですけど、まあ、今回さらにこれについても調査を行って、まあ、良い候補っていうのがどういうものかを理解するのと、まあ、ついでにまたデータセットも構築したいと。で、その今回使うのはさっきの C、まあ、CWI から数字や穴を埋めていたような、まあ、ほとんど書き換えることができない単語っていうのをまずあらかじめ省いて、その中で1471語の単語をリストに してます。で、そこからその1つの単語に対して平均50個の候補を生成して、意味の類似度の高いもの10単語を今回実験として使います。で、その1471の単語がそれぞれ3つ以上が出現するようにウィキから適当に文章を抽出して、まあ、抽出したのが2445分抽出しています。で、それぞれ10単語ごとに候補を選択しているので、それでデータを作って25540分を用意しています。で、今回その置換前と置換後の文法と意味保持性の評価を行っています。今回のこのタスクにおいては、その平易な文章という意味ではなくて、文法と意味の保持性について評価を行っていて、まあ、この評価にはその、まあ、前提としてネイティブでないというふうに、まあ、最初の方では調査をしているんですけど、この部分においてはその英語を流暢に話せる人を対象に評価を行っています。なので、今回これは平易、ここのタスクにおいては平易な単語っていうのは全く考慮してない、まあ、タスクです。で、まあ、まあ、その先行研究として、まあ、言語モデルを使って、まあ、純粋にその、まあ、意味や文法を保持した単語を選択するというのと、まあ、コサイン類似度を計算するもの、まあ、書き換え対象となるものと、その書き換えの候補のただのその1対1の類似度を取ったものと、まあ、内容語も含めて類似度を取ったものの、まあ、2種類と、で、あと、ただもう単語というよりは本当にただ書き換えた後と書き換える前での品詞の予測で、その単語が同じ品詞を付与するかっていうようなモデルを、この、まあ、大まかに分けると3種類のモデルをで今回調査を行った結果がこの表の通りで、上の方がその言語モデル的に用いた手法なんですけど、今回の、まあ、このデータでの考察としては、一番その、まあ、今回の結果として良いというか、一番、まあ、指標として何かしらの、まあ、分散が大きいのが、そのターゲットシンプルというやつで、まあ、候補とその置換対象とのコサイン類似度を取ったやつっていうのが、まあ、今回の結果としては一番いいというような評価で、まあ、そのグラマティカルでもミーニングでも、それを両方とも合わせた状態でも全部優位な差があったというふうな結果になっています。まあ、これだけがその全部において優位であったと。で、まあ、歩数に関しては、まあ、意味は保持しないんですけど、かなり文法的な文法的な保持っていうのはかなり強い結果があったというふうに述べています。
で、まあ、あと、まあ、ついでにワードネットが、まあ、との、まあ、比較にはなるんですけど、それで3人以上が書き換えでいいという判断した単語が、まあ、その356個だって、そのうちの約半分ぐらいはワードネットでの、まあ、これない単語っていうのは別にワードネットに登録されてないというわけじゃなく、その関連が関連付けられてない単語っていうことで、まあ、ワードネットからはその候補を得ることができないやつも、まあ、今回はデータとしては取ることができたと。で最後にそのサブスティチューションランキングということで、平易さについてランク付けする方法タスクにおいて調査を行っています。で、まあ、純粋に平易な評価の仕方と、まあ、それのデータセット、それを行うためのデータセットの構築が、まあ、目標ですね。でデータはそのさっきのセレクションの中からさらにまた901分を抽出して、その抽出する条件として難しい単語の候補が 2から4っていうのは、まあ、別にその4でフィルターしてるわけじゃなく、まあ、4しか候補が残らなかったっていうことなんですけど、まあ、3人以上がそのグラマティカルもミーニングも両方とも保持しているというふうに評価した単語の候補を全部持ってきて、それで残ったのが901文だったということになります。でその中から、まあ、候補を2つ、まあ、その4つあった場合でも必ず候補を2つだけ出して、そのどちらがより簡単であるかっていうことを、まあ、そのアノテーションしてもらうタスクでを行っています。でそれぞれ5人が注釈をつけるって合計2万1000の注釈を、でそこからその、まあ、どっちがっていうふうに、まあ、0と1のデータなのでバイナリ比較でランク付けをする計算をして、その CWI のその、まあ、CWI が結局は難しい単語を抽出するという意味では、それもある意味平易な単語を、まあ、予測するようなモデルというふうに考えることもできるということで、まあ、それに対しての相関を計算しています。でそれにおいて、まあ一番それがその相関を取った結果が、まあ、それぞれまあその3つの計算方法がでなんかまあやってるみたいなんですけど、その結果を見ると、まあ、一番いいというふうになっているのがその一番下のその周辺1単語を考慮した言語モデルを使った場合ということに なります。で、まあ、まあこのような感じに、で、まあ、この場合でもやっぱりその平易な単語っていうのは必ずしも単語が短いというわけ、その単語が短いというわけでもなく、まあ、結構文章に依存することが多いだろうというふうな感じに考察しています。で、まあ、最後になんですけど、その平易化の3つのタスクにおいて、まあ、大学の学生や教員に対して調査をしたというので、まあ、結果としてはそのセレク、まあ、単語の候補を選ぶときでは文章をあまり無視しなくても信頼性は高いんですけど、その平易な文章や、まあ、難しい単語を選ぶタスクにおいては、まあ、文脈を考慮するのが大きな手がかりになるのではないかというふうにまとめています。で、まあ、最後にそのデータの統計の量になるんですけど、まあ、これは実際にデータはダウンロードして使うことができるそうです。自分は実際に確認してないので分かんないですけど、まあ、論文に書いてある URL からダウンロードできるそうです。以上で発表を終わります。